はい、こんにちは。ウェブビジチャンネルの高原です。このチャンネルではウェブを使った集客、ビジネス、SEO、ウェブマーケターとしての仕事を疑似体験できるような動画を通して、皆さん学んでいただこうというコンセプトでお届けしておりますと。で、今日はですね、ご質問いただいていた中から、失敗した事業と、その失敗の敗因についてお話ししたいと思います。で、今日はこんな感じの目次でやっていこうと思います。では早速いってみましょう。はい。で、そもそも僕は失敗だらけでここまで来てますっていうところで、僕を含めですね、多くの人の情報発信では、基本的にこういう感じでやるとうまくいくよっていう話をしてるかなと思います。で、僕自身ですね、皆さんが求めている情報が、うまくいく方法だったりするので、セミナーとか、記事だったりとか、こういう動画では、どっちかというとうまくいった話とかうまくいく方法みたいなことを話すことが多いんですけど、それのおかげもあってか、割とうまくいってるようなイメージを持たれることも、ちょこちょこあるんですけど、どっちかというと、僕は多分失敗率はかなり高い方だと思ってます。で、多分YouTube でいろいろ成功法則みたいなの発信されてる方いっぱいいると思うんですけど、そういう方よりも失敗の経験は多いかなっていうのは個人的に思っています。で、これ、うちのスタッフに言われたことがあって、岡田敏夫さんの言葉らしいんですけど、僕は説得じゃ動かなくて、納得しないと動かないタイプっぽいです、どうやら。なので、みんながうまくいかないよみたいな話をしてても、基本的に自分が触ってみるまで、判断できないというか、みんなが無理だろって言っても僕は自分がやってみないと分かんないでしょって思っちゃうんですね。なんで、ビジネス始めてから今まで、結果がどうなるか分かんないし、見えない部分も大きいけど、どっちみちもう触ってみないと分かんないよねっていうスタンスで、割とすぐに何でも手を出すっていう感じでやってました。なんで、手当たり次第にいろいろ手を出していたっていうおかげで、当然大半が失敗に終わるということで、要するにやけどをしないと分からないタイプっていうことで、多分シンプルにアホなのかなっていうふうには思うんですけど、やっぱ10分で1回触ってみないとっていうタイプでした。で、ようやくですね、個人で始めてからはもう7年目か8年目になりますし、会社も4期目、どうにかこうにかやってきたっていうおかげで、一通りいろんなやけどを経験したおかげで、ちょっとずつ打率が上がってきたというか、なんか分かるようになってきたなっていう部分があって、ある程度ビジネスにおけるここだけは絶対抑えておかないといけないなっていう肝みたいなところぐらいはちょっと分かるようになってきたんじゃないかなっていうふうに思っています。で、早速1つ目から、失敗した事業1つ目からいきたいと思うんですけど、1個目ご紹介するのは、マッチングアプリを紹介するアフィリエイトサイトっていうところで、これはですね、マッチングアプリ今結構人気というか有名だと思うんですけど、ペアーズとか、お見合いとか、いろいろ CM もやってるし、もう本当に普通のものになってると思うんですけど、そういうのが流行り始めた頃に、これ絶対伸びるだろうなと思って、自分たちでもそのサイトを作って、アフィリエイトで案件もあったのでやってみようかということになりました。で、これは月数万円から10万ちょっととかぐらいは稼いでいたので、厳密にその、めちゃくちゃ大失敗かどうかっていうのは人によると思うんですけど、僕らとしてはその投資した時間に対してのリターン的に考えると、失敗だったなっていうふうに思ってます。で、200とか300記事ぐらい多分作って、もしかしたらもっといってるかもしれないですけど、自分でも1万字を超えるような記事、2万字の記事とかをたくさん書いたりとかして、画像とかも結構こだわって作ったりとかして、なんかキャラクター作ったりみたいなこともやってのそれぐらいだったので、かなり時間は投資したんですよね。で、それでリターンはちょっと少なかったと。で、今考える範囲というか、皆さんに応用、反面教師として使っていただけるかなって思うことでいくと、周りの他のライバルのサイト運営者さんみたいに情熱を持って、本気でやってなかったなっていうのは正直あります。で、その当時はちょっと SEO についての知識っていうのも、ある程度成功してたというか、ある程度稼いでるサイトも作れていたので、基本的な知識はあったものの、言うても数打ち当たる戦法というか、その
たくさんやってればどうにかなるでしょっていうようなレベル感でした。なんで、まあ、やる前からこうどれぐらい時間かければどれぐらいこうリターンが返ってくるかっていうところを判断できずに、まあ、がむしゃらにやってたみたいなところがあって、それもまあ敗因だったかなと思ってます。で、まあ、これは一例なんですけど、まあ、これぐらい の, そのサイトの失敗事例みたいなものはもう正直もう紹介しきれないぐらいめっちゃあります。で、まあ、こういうのをいろいろ経験してきて、まあ、だんだんこう学習してきて、まあ、今はこう SEO の本格的なこう理解とかもできてますし、まあ、扱うジャンルに対するこう熱量がどれぐらい熱量を込めないとうまくいかないかっていう、その重要性みたいなものもまあ理解できるようになってきました。はい。で、失敗した事業2つ目ですね。まあ、中国輸入ビジネスです。で、これはまあ厳密にはその、まあ、今からもこうチャレンジしたいなって思ってる部分ではあるので、まあ、自分の中ではこう失敗というか、まあ、まだ成功してないっていうふうに捉えてる感じですかね。で、まあ、これ最初に始めたのは3年ぐらい前だったと思うんですけど、その時はこう転売の延長みたいな、なんかそういう背取りの延長ぐらいに捉えてて、まあ多分一言で言うと、まあ敗因はまあ舐めてたっていうところだと思います。というか、まあ、よくよく考えると僕のビジネスの失敗の敗因は多分全部舐めてたっていうその感じなので、まあ、うん、共通してるかなと。多分お調子者というかそういうところがダメなのかなっていうのはあるんですけど、まあ今こういろいろ学習してきてちょっとねスタンスも変わってきたんですけど、まあ、数年前ぐらいまではとりあえずなんか誰かできてるならまあ自分もいけるっしょみたい な, なんかそういうノリで手をつけちゃうタイプだったので、まあ、それでちょっと痛い目は見てきたかなと思ってます。で、この中国輸入のビジネス、まあ、他にこう今動画でいろいろ有益な情報を出されている方いっぱいいるので、まあ、そっちの方をね詳しくは見てもらえたらいいと思うんですけど、まあ、僕の場合はですね、まあ、厳密にはこう月に10万前後ぐらいはこれでも収益を出せるぐらいはやったんですよね。で、ただその輸入してくるこう商品の選定とかがなかなかこう下手くそで、中国からこう送られてくる製品がちょっとこうなんだろう、不具合とかが多くて、で返品がめちゃくちゃ多くなっちゃって、でそれに新しい商品を送ったりとかしてたら、まあこれだけやって10万しか手元に残んないのかみたいな、まあ、ちょっと作業量からしたらちょっとやってられないなということで、まあ一旦ストップしたっていうのがまあオチになりますね。で、これもまあ範囲としては、まあ、いまいち詳しくない分野の商品をとりあえず扱ってみたっていう部分があって、でこうどういう不具合とかどういうトラブルが起こるか、どんな理由でこう返品が来るのかっていうところが分からないままこう走らせたっていうのが結構大きかったです。で、多分これはですね、逆にそのそこでこういろいろ改善を繰り返して途中でやめなかったら多分今普通のビジネスになってたんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。で、次、失敗した事業3つ目ですね。これはツイッターアフィリエイトになります。で、ツイッターアフィリエイト、まあ、これちょっと今日の話全部に言えることなんですけど、この手法自体が悪いとかじゃないです。僕が舐めて入ったので失敗したっていうだけで、これはちゃんとやれば全部多分うまくいくビジネスだと思います。で、ちなみにこのツイッターアフィリエイトは、まあ、ちょっと特別にですね、そう知り合いに内緒でこう手法を直接こうタカちゃんだけにみたいなことで教えてもらったものなので、ここでこうノウハウを公開するようなことはできないんですけど、まあ、いわゆるそのツイッターアフィリエイトっていう手法ですねにカテゴライズされるものをやってました。で、これも多分めちゃくちゃこう根詰めて続ければ月100万とか全然いったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これも結局、まあ、やっぱ最初舐めてた部分があって、やっぱ手間をかけずにこんぐらいいくんじゃないかって思ってたものに対して思ったよりこう手間がかかると。確かにやれば稼げるんだけど手間がかかるとっていうところで、まあ、今のその会社の人数とやってる他の仕事のことを考えると、もうどう考えてもこの時間作れないよねっていうので、まあ、撤退したっていう感じですね。で、まあ、具体的にまあどういうところがダメだったかっていうと、まあ、結局、まあ、特殊な手法ではあったんですけど、重要なところはやっぱり記事を作ったりとかサイトを運営するのと一緒で、まあ、どんなコンテンツが伸びるのか、で相手はどんなコンテンツだったら喜んでくれるのかっていうところをやっぱ真剣に考えないと、まあ、なかなか勝てないんですね。っていうか、まあ、全部そうなんですけど
ということで、まあ、時間対効果というか、まあ、時間を作れないなっていうので、まあ、ちょっと一旦やめたって感じなんですけど、まあ、ただこの経験のおかげで僕はその場合によってはツイッターでアクセスを集めたりとかツイッターで集客したりとかっていうそういう引き出しができたので、まあ、そういう意味では、まあ、厳密にこれではうまくいかなかったかもしれないけど、まあ、間接的にはまあすごい大きな武器になったかなっていうふうに思ってます。はい、で失敗した事業4つ目がお店ですね。僕はですね、まあ、個人的に2回お店を出す経験をやっています。で1回目は20歳の頃に自分でバーを出しました。大学生の頃ですね。で2回目はまあ友人と一緒にこうカフェを作りました。で、特に、まあ、これ話せば長くなっちゃうんでちょっとまあ端折ると、まあ、特に2回目はですねその結構お金をかけたにもかかわらず、まあ、すぐにこう閉めちゃったので、まあ、結構反省点が大きかったっていうような経験になりました。でこれも範囲はまあ明らかで投資金額と回収できるまでの計算っていうのをちゃんと厳密に行って走らせなかったっていうところが、範囲になるかなと思ってます。で、まあ、最近だとですね竹之内社長とかリラクルの、ね、竹之内社長有名だと思うんですけどが、まあ、無料でいろんな情報とか出されてたりとか他にもこう店舗系の方の YouTube の情報とかあったりとかしていろいろ勉強できるんですけど、まあ、その時はあんまりそういう情報も、まあ、あったのかもしれないですけど僕はたどり着くことができなくてでちょっと失敗しちゃったと。で、まあ、今だとまあ分かるんですけどそのやっぱこういう成功される店舗のビジネスの運営の方ってやっぱ始める前のリサーチの徹底の仕方がちょっとレベルが違うというか、まあ、やってること自体はそんな複雑なことではないのかもしれないんですけどやっぱりきちんと調べてやっぱ走らせるんですね。で、まあ、今はですねその YouTube とかの動画だけじゃなくてその実際の、まあ、知り合いというか、関係性がある方でもその店舗ビジネスが情報上手な方の話をいろいろ聞くことができたりとかする機会はあるんですけど、ああなるほどやっぱそこにそんだけ時間かけてからじゃないとスタートさせないんだとかっていうところがいろいろ分かってきました。なんで今考えるとまあ僕が失敗したそのお店をやった時は、まあ、明らかに、まあ、今考えたら無謀な挑戦だったなっていうのがもう分かるんですけど、まあ、当時の僕にはこう判断がつかなくて、まあ、これも失敗しちゃったかなというふうに思ってます。はい、ということで、まあ、まとめですね、まあ、こんな感じで僕もいろいろ失敗したり、まあ、たまに成功したりみたいな、まあ、数ある失敗とわずかの成功からいろいろ学んできたものがあります。でやっぱり肝になるというか どんなビジネスをするにしても一番大事なのはお客さんと数字、まあ、この2つに真剣に向き合うかっていうところかなって思ってます。でやっぱこのどっちかをまあおろそかにしたり雑にすると失敗する確率はかなり高くなっちゃうかなっていうふうに思ってて、まあ、例えばお客さんにねいくら真剣に向き合ってたとしても数字の部分が合ってなかったら絶対にそれはもう構造的に無理が生じてしまうので絶対に潰れちゃうか撤退するかっていうところにもう時間の問題でなってしまう。で逆にその数字ばっかり見ててお客さんを見ていないような場合だとその予想外のトラブルとか予想外の問題が発生して、まあ、そこがこう何て言うんですかね建物でいうクラックじゃないですけどこうちょっとしたひび割れからそれが火種になって全部失敗しちゃうっていうふうになるということがあるかなと。ということで、まあ、個人的にもですね、まあ、お客さんと数字にはしっかり向き合っていくっていうのを、まあ、定期的にこう帯を締めながらやっていかないといけないかなっていうふうに思ってます。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思いますが、このチャンネルでは SEO だったり、ウェブを使った集客とか、ウェブマーケターとしての仕事などを、まあ、疑似体験して学べるような動画を作っていこうと思いますので、よかったらチェックしてみてください。また気になること、知りたいことがあればコメントで、いただければ、ニーズが多いものがあれば、動画を作って解説したいと思います。ということで、以上です。また次回。